ってもいいのかよ。あ、あいつが悪いんだよ。あいつは俺が開けたプレゼントゴミ箱に捨てやがったんだよ。自業自得なんだよ。そうだろ。悪いことするんじゃねえよ。やめろよ。お前な、お前藤山先生に惚れてたんじゃないのか。冷たくされたからって、お前が叶わなかったからって、惚れた女に嫌がらせして最低じゃねえかよ。お前が惚れたってのはその程度のもんだったのか。お前藤山先生に冷たくされてここが痛くなかったのかよ。痛いだろ。けど今なんだよ。あんなことしてその痛み消えたのか。楽になったのかよ。もしな、もし楽になったんだったらお前に人を好きになる資格はねえよ。うっせえよ。おい野田、野田、おい。あいつのやったことは確かに最低だよ。でもあいつの気持ちよくわかるよ。落ち着いて、落ち着いてください。一体どういうことなんですか。あんたもバカなことしたね。クビになったらどうすんの。その先生もきっと後悔してるだろうよ。そうかな。いや、少なくともいずれ気がつくだろうな、自分のやったことが間違いだってことに。